まあ、アメリカで、の挑戦というか、プレーが終わった後に、まあ、こういろんな球団の方と話して、まあ、こういうカープの、にお世話になることを決めて、まあ、この日を迎えられたということにまず一つホッとしています。やはり選手としてまだまだ長くやりたいという思いと、やっぱり鈴木本部長から、2000本という言葉が、まあ、個人としての思いとしては持っていたんですけども、そのフロントの方からそういう言葉が出てきたということをすごく嬉しく思いました。まだ、まあ、DH がないということもあるので、まあ、その打線のつながりだったりとか守り方っていうのも変わってくると思いますし、まあ、交流戦でそういう戦い方もしましたけれども、年間を通して、今までしたことのない経験ができるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、街を挙げてというか、まあ、選手もそうですしファンの方もすごく含めて、タフなチームだなというふうには印象に思っています。やはり敵チームからするとこれだけ赤い、チームカラーの、揃うっていうのはかなりこう圧力も感じましたし、それがビジターのチームで見るのとホームのチームの人間として入るっていうのはまた景色が変わるかなというふうに思います。まあ、カープでやるっていうのを決めた後に、まあ、相澤選手だったりとか、まあ、菊池選手だったり田中康介選手だったりとかっていうのは、先に連絡させてもらって、まあ、本当に僕自身、まあ、セ・リーグもそうですし西日本っていう場所にあまりこう、まあ、今まで縁だったりゆかりもないので、まあ、そういう意味では知らないこともあるので、プレーもそうですしいろんなところでこうサポートしてほしいなっていうのもあって、まあ、これからよろしくと、はい、先に連絡をしました。まあ、僕自身まあ、どのチームに入るにしても、自分のやるべき仕事っていうのはまず出塁だっていうところだと思ってますし、カープの選手の、まあ、数字を見てもすごく安定して打ってる選手も多いので、まあ、これはもう、まあ、こういう形でこのタイミングで入団することになりましたけど、もう一回しっかりレギュラーを取るっていうこと、まあ、その中でどの打順でも、この前後の選手とコミュニケーション取り合ったりとかいろんなものを共有して、やっていきたいなっていうふうに思います。まあ、メジャーでやらせてもらってた時にこうヒットを積み上げるっていうのはなかなかできませんでしたし、まあ、ここの、まあ、新しい環境になり新しいチームでやるっていうことに対して、まあ、そんなに簡単に積み上がるものではないと思ってますけれども、やはり自分の個人の目標としてはそういう数字も持ちながら、やっていきたいと思っていますし、あとは、まあ、先ほどオーナーと初めてお会いさせていただいた時にボロボロになっても2000も打ってくれっていう言葉をいただいたので、改めてこの鈴木本部長も含めてそういう言葉をいただけたっていうのは、まあ、この本当に会見の直前なんですけど、ありがたいなっていうふうに思いました。6月の頭に、まあ、アメリカでもコロナになっていて、そのリリースが決まるまでの間っていうのをもう本当直前までチームに合流もできなかったですし、合流してからも試合に出ずに、本当に軽い練習の方がいいんじゃないかっていうそういう中でやってたの でその後、まあ、すぐの帰国になりましたし、まあ、日本に帰ってきてからも簡単にこう普段の練習量だったりっていうのは確保できてなかったので、まあ、その辺はどれだけあれば、その状態に戻るとかっていうのはちょっとまだ分からないですけども、とにかく、焦らないでいいっていう言葉に甘えずに自分の中ではしっかりしたものを早く取り戻せる、まあ、準備だったりとか、気持ちのコントロールだったりっていうのをしてチームに、合流したいなというふうに思います。まずは自分がまず試合に出れる準備をするっていうところが一番になってくるので、まあ、その中でこう自分からこう積極的に教えるっていうことっていうのにはまだそれは多分時間がかかると思うので、そんなこと正直やってる状況かと言われると、それどころじゃないところも多分出てくると思うので、まあ、その中でこう一緒にプレーしたりとか練習したりとかいろんな時間の中で、聞かれたりしたことに対してはどんどん答えていくつもりは、はい、あります。まあ、このコロナの状況なのでなかなか、簡単には外に出れないということになると思いますけども、まあ、こうなんていうんですかね、まあ、駅が近くにあったりとかこういう街が、この球場の脇にしっかりしてるあるっていうところは、まあ、よりカープ の, このファンとの
あの浸透具合だったりとかっても感じますし、おそらくいろんなところで声かけられる回数っていうのも、まあ、出てくるんじゃないかなと思いますけど、まあ、それにしっかり応えられるようにしないと、やはり結果を出してのスポーツなので、まあ、それは、厳しい声も当然出てくるでしょうけど、それを温かくも見守ってくれる、まあ、ファンであり球団なんじゃないかなっていうふうには思ってます。まずこれからこう秋山翔吾っていう選手がどういうことができるのか、どういうふうにやっていくかっていうのもしっかり見てもらいたいですし、やっぱり取ってもらった以上、やっぱり選手としてしっかりとしたプレーを見せて歓声をもらう、拍手をもらいたいっていう気持ちはすごくあるので、それが、まずは早く、そして長くやれるように、頑張っていきてますので、まあ、これから、こういう選手なんだっていうのを知ってもらいたいなと思います。